今日は紅なので赤を差し色にっていうことで皆さんにお願いをしてこのステージに立っていただくことになっておりました。そういうことか。多いわ。すみません。ラブリーラブリーですよね。愛愛を持ってただ敵に対する愛がこういう形で出たというふうにご理解いただければと思います。はい。あとまあカズキさんのそのどこどこでしょう どこなんですか。皆さんによく見ていただきたいなと、はい、このステッチよく見てくださいいやーむずいっす、ね、分からん全然わからんわかりづらいですねすごい見ていただきたいなと思ってただね多分計算ですけどもきっとこういう人もいるだろうなと、ええ、結果的に良かったかなと。ええ <laughs>